をするところでもあります。第4クォーターが開始します。さあその試合も残すところ最終クォーター、第4クォーターになります。磯野スーパースターズサードオンセブンで試合再開です。さあここでハンドオフオプションからクォーターバックキープを選択しました。左オフタックル駆け上がらんというクォーターバック18番のランでしたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。クォーターバック18番は田中です。岐阜大学出身。磯野スーパースターズフォースダウン3プレーを選択します。フォースダウンギャンブル3ヤード前進なるでしょうか。一気に抜けたファーストダウン。このギャンブルの状況でランニングバック25番に託しました。25番素晴らしい勢いに乗って中央を切り込みまして一気に攻撃権更新し、エンドゾーン手前に詰まるビッグプレー、見事なランで攻撃権更新としています。磯野スーパースターズファーストダウン。素晴らしいラン決めたのはランニングバック25番の宮部でした。北海道大学出身。さあこれによりまして相手陣3ヤードに入りました。磯野スーパースターズファーストダウン2ゴールに入ります。中央へのプレー、しかしここはホークアイもディフェンス踏ん張ります。ゲインは1ヤードほどにとどまっております。磯野スーパースターズクォーターバック11番、キャリアは磯野11番の松永、四日市大学出身、東海学生下部リーグでの選手ですが、しかしここで素晴らしい活躍を決めております。磯野スーパースターズセカンドダウン2ゴール。さあ中央へのプレー、これもホークアイと踏みとどめております。キャリアは27番の東でした。京都工芸繊維大学出身。さあゴール前1ヤードに迫っております。磯野スーパースターズサードダウン2ゴール、残り1ヤード。磯野スーパースターズサードダウン、タッチダウンまでは残り1ヤード。さあ中央のクォーターバックスニーク、判定はどうでしょう。審判と協議しました。タッチダウン。この1ヤードクォーターバック自ら中央へのクォーターバックスニークによって中央突破完工しました。力と力の押し合いになりましたが、その判定際どいながらも、しかしエンドゾーン取りましてタッチダウン。磯野スーパースターズ6点獲得です。そしてトライフォーポイント。キック成功、1点追加。磯野スーパースターズ13点、初打防災設備崩壊27点、磯野スーパースターズワンタッチジャンを取り返す形に成功しました。見事タッチジャンを決めましたのはクォーターバック18番の田中、岐阜大学出身のチームの主力プレイヤーがここで決めました。7点を返しております。さあ第4クォーター最初のシリーズ、その見事にタッチダウン返しまして、まずこの得点差を詰める形に成功しております。その点差は14点となりました。2ポゼッションのリードを取っていますホークアイの、しかし次のリターンにも注目です。さあ磯野はこのキックオフをどのようにするでしょうか。得点を挙げました磯野スーパースターズのキックオフで試合再開となります。
ンサイドキックを敢行。しかしこれを抑えましたのは初田防災設備崩壊。92番がこれを抑えまして初田防災設備崩壊の攻撃になります。オンサイドキックは自らがそのキックを成功し確保しますと自分たちが攻撃を継続できるというプレーではありますが、しかしこのように相手が抑えますと絶好の位置を与える形になります。結果的には初田防災設備崩壊、相手陣42ヤードからの攻撃と変わります。さあこのチャンスで一気にさらにその差を広げ直す形に成功するでしょうか。初田防災設備崩壊、相手陣42ヤードからファーストダウン10。これは磯野ナイスディフェンス。ランプレーでまず展開を図りましたが崩壊でしたが、ここを磯野ディフェンス陣を押し返しました。なんとかキャリアそれを突破戦と振りほどカウントしましたが、押し返す形に変えてなりましてセカンドダウンさらに深い位置に下がっております。初田防災設備崩壊、セカンドダウン17。クォーターバック3番、ここでプレイアクションから左に流れてワイドレシーバー84番にパス。これを84番見事にキャッチしまして大きく取り返しております。ワイドレシーバー84番は金岡、神戸大学出身。初田防災設備崩壊、サーダウン3。ここでスナップミス発生。センターがクォーターバックに投げるのをスナップと表現しますが、この時にスナップしたボールが転がりましてプレーが乱れました。クォーターバック3番これを結果的に抑えるだけでプレー終了です。フォースダウンと変わります。初田防災設備崩壊、フォースダウン7、パントフォーメーションを選択します。このパントはエンドゾーンに転がり込みましてタッチバックとなります。パントがタッチバックとなりました場合には攻撃権は相手側に変わり、相手陣、相手チーム自陣20ヤードからの攻撃と変わります。磯野オンサイド失敗により非常に厳しい状況でしたが、ディフェンス陣奮闘しましてこのシリーズを無得点で抑える形に成功しています。さあ磯野スーパースターズの攻撃に変わります。ボールオンは自陣20ヤードからの攻撃、エンドゾーンまで80ヤード。このドライブを果たしてどのような形で決着することになるでしょうか。磯野スーパースターズファーストダウン10。さあまずクォーターバックのランプレーです。ハンドオフフェイクからクォーターバック左オープン展開を図りまして約3ヤードから4ヤードのゲインを奪っております。ここでホイッスルが鳴っています。プレー再開です。磯野スーパースターズセカンドダウン7。パス成功。攻撃権更新です。磯野スーパースターズファースター。クォーターバック18番左に展開しておりましたワイドレシーバー15番にパス。タックル受けながら15番体を伸ばしまして攻撃権更新果たしております。
磯野スーパーサーズパスター見事なパスを投じたクォーターバック18番は田中岐阜大学出身取りましたワイド C は15番は伊藤北海道大学出身東海学生北海道学生リーグで活躍しておりました選手がここでプレーを見せております。磯野スーパーサーズファーストアンテン パス不成功の判定です。今度は右に展開した17番へのパスを投じましたがわずかにオーバースローパス不成功の判定となっております。磯野スーパースターズセカンドダウン10ボールオンは自陣32ヤードにセットされております。磯野スーパースターズセカンドダウンパス成功ファースタークォーターバック18番内側に走り込んできたワイドレシーバー1番にパス1番勢いに乗りまして右オープン展開し攻撃権更新です。磯野スーパースターズパスター。見事なキャッチアンドランキューを出したのはワイドレシーバー1番の箕浦岐阜大学出身磯野スーパースターズ自陣43ヤードからファーストダウン10パス不成功。ここでクォーターバック18番はロングパスを選択しました。しかしオーバースローとなりましてパス不成功となっています。ダウン変わりまして磯野スーパースターズセカンドダウン10スーパースターズセカンドダウンここでオプションプレーを展開しました。ランニングバック25番にピッチしまして25番左オープン展開相手ディフェンス飛び越えまして約3ヤードの失礼しました5ヤードのゲインと変えています。キャリア25番は宮部北海道大学出身磯野スーパースターズサーダウン5キュービーサーククォーターバック18番パスを投じようと身構えましたがここを発打防災設備ホークアイ98番殺到しましてキュービーサークパスを投じる前に仕留めました。見事キュービーサークを果たしましたのは発打防災設備ホークアイ98番の伊藤名城大学出身東海学生リーグのまさに優というべき強豪チーム出身のプレイヤーがここで花開かせております。磯野スーパーサーズフォースダウン13プレーを選択します。フォースダウンギャンブルパス成功ファーストダウンギャンブル成功ここで選択したのはパスプレー中央切れ込んだ1番にパスを投じ1番伸び上がるようにこれをキャッチしまして攻撃権更新です。磯野スーパースタースパスター素晴らしいパスキャッチを決め攻撃権更新を果たしましたが磯野スーパースターズ1番の箕浦岐阜大学出身磯野スーパースターズここで後半1回目のタイムアウトを使います。第4クォーターも残り時間3分を切った状況になっておりますがここに来まして磯野が素晴らしい攻撃を展開し状況打開を図っております。
この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。さあタイムアウト解けまして試合再開です。磯野スーパースターズ相手陣に入りました。相手陣43ヤードからファーストダウン10。パス成功、ナイスキャッチ、ファースター。ここで中央に走り込んだワイドレシーバー15番にパスを通しました。これを15番見事にキャッチしまして攻撃権更新です。磯野スーパースターズファースター。見事キャッチを決めたのは15番の伊藤、北海道大学出身。磯野スーパースターズ相手陣26ヤードからファーストダウン10。パス成功、タッチダウン。この距離一気にパスでタッチダウン取りました。磯野スーパースターズクォーターバック18番中央切れ込みました。ワイドレシーバー84番にパス、エンドゾーンに入りました。このパスを84番見事にキャッチしてタッチダウン。磯野スーパースターズ6点返していました。見事なタッチダウンパスを投じたクォーターバック18番は田中、岐阜大学出身。取りました。ワイドレシーバー84番は五十嵐、東北大学出身。そしてこのトライホイポイントキック成功しまして1点追加、磯野スーパースターズ20点、初田防災設備崩壊27点、その差ワンタッチダウンと変わりました。さあ予想外の展開となってまいりました。磯野このまま試合を終始優位なままこの試合を勝利に収めるかという展開でしたが、ここに来まして終了間際磯野スーパースターズが立て続けに2つのタッチダウンを挙げました。この次のシリーズ展開によりましてはこの状況が一変します。残り時間は2分16秒。さあこの残り時間にかけるドラマ注目しましょう。まもなく試合再開のキックオフに入ります。さあ入念な打ち合わせをしました磯野スーパースターズ。ホークアイはカバーチームを前に上げました。オンサイドを警戒している模様です。磯野スーパースターズキックオフ。さあここはチープキックでその浮いたボールをカバーチキックチームカバーしようというところでしたが、冷静にホークアイ1番を抑えましてこの位置でホークアイの攻撃と変わります。さあしかしこのシリーズ次第によってはまだ磯野にもチャンスがあります。初田防災設備ホークアイ自陣46ヤードからファーストダウン10。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック3番素晴らしいプレーアクションからワイドレシーバー26番にパスを投じまして攻撃権更新です。初田防災設備崩壊ファーストダウン、ここでホイッスルが鳴ります。ここで磯野スーパースターズ後半2回目のタイムアウトを使いました。先ほどのパスをキャッチしましたのは初田防災設備崩壊26番の松森でした。立命館大学出身。
さあ 2023X2 リーグウエスト第3節、非常に白熱した展開になっております。現在熱田防災設備崩壊が攻撃権を得る形で、現在磯野が2回目のタイムアウトを取って、そのタイムアウトを解ける状況で試合再開です。熱田防災設備崩壊ファーストダウンテン、ナイスゲームファーストダウン。クォーターバック3番左にいましたワイドレシーバー15番にヒッチパス、15番タックル受けながらセカンドフォートで攻撃権更新です。熱田防災設備崩壊ファースター、しかし外で出ましたので一旦時計は止まっております。次はプレー開始と同時に時計が回ります。熱田防災設備崩壊、相手陣30ヤードからファースターアンテン。なお先ほどのキャッチアンドランを決めましたのは15番のトンカでした。立命館大学出身、かつてパナソニック電工で活躍しておりましたプレイヤーです。パス不成功。クォーターバック3番乱れたスナップをカバーし、ワイドレシーバー11番にパスを投じましたが、しかしこのパス11番キャッチできずパス不成功となっています。しかしスナップミスありました中を素晴らしいタイミングでパスを投じました。見事なテクニックを披露しております。クォーターバック3番は奥野、関西学院大学出身。発射防災設備崩壊セカンドダウンテン、中央へランプレーを投入します。キャリア27番、ここでホイッスルが鳴っています。磯野ここで最後のタイムアウトを使いまして時計を止めます。ここで磯野スーパースターズ後半3回目、キャリアは27番の斉藤陸でした。関西学院大学出身。さあ磯野はここで時計を止める最後の手段でありますタイムアウトを全て使い切りました。このサードダウンの攻撃で攻撃権更新となりますと、そのまま崩壊勝利の可能性が極めて高くなります。ここで勝負を仕掛けました磯野スーパースターズ。さあこの選択は果たして吉と出るでしょうか、京と出るでしょうか、そしてこの状況を崩壊突破するでしょうか。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。山ちゃん様、その通りですね、得点差確かに重要な要素、最終条件としては非常に重要ですが、まずは勝利が重要という展開になってまいりました。さあしかしそのチョイスでしょうか、あるいはあえて勝負するでしょうか。サーダウン7、さあ判定はどうか、パス成功ファーストダウン。崩壊の選択はパスプレーでした。右に展開していたワイドレシーバー1番にクォーターバック3番パスを投じましてパス成功です。攻撃権更新、磯野失礼しました、初田防災設備崩壊ファーストダウンです。見事攻撃権更新の大役を果たしましたのはワイドレシーバー1番の、高尾です。桃山学院大学出身。発射防災設備崩壊ファーストダウンテン、ここでヒッチパスを投入しました。右に展開しておりましたワイドレシーバーにキャッチアンドランを図らせましたが、これはしかし磯野も踏ん張ります。先ほど見事な仕事を果たしましたワイドレシーバー1番高尾のプレーでした。ゲインは約4ヤード、ボールを持った選手が中で倒れておりましたので時計は回り続けております。磯野には時計を止める手段は残っておりません。発射防災設備崩壊セカンドダウン6、
中央へランプレー、ナイスゲイン、ファスター。ここでランニングバック38番にボールを託しました。見事なスピンを切り使いこなし、中央一気に滑り込みまして、エンドゾーン1ヤードまで前進しました。発射防災設備崩壊、ファースター。見事なランを決めましたのはランニングバック38番の安西です。関西学院大学出身。さあ中央へのプレー、これはしかし磯の見せ意地を見せます。38番のランで一気にエンドゾーン落とさんというところでしたが、これは押し返した。ここで負傷者が発生しておりますので、レフリータイムアウトが入っております。ここで熱田防災設備崩壊が後半2回目のタイムアウトを取ります。ここで熱田防災設備崩壊、後半2回目のタイムアウトを要求。レフェリータイムアウト、負傷者のためにタイムアウトを取ります。時計の修正が入っております。試合時間残り11秒に訂正が入っております。さあタイムアウト解けまして試合再開となります。試合時間残り11秒、初田防災設備崩壊、セカンダウン2ゴール、セカンダウン、試合終了まで残り11秒、パス不成功、パス不成功です。パスは不成功。クォーターバック3番、ここでタッチダウンパスを投じんとしましたが、プレッシャー殺到しましてパス不成功となっています。試合時間残り5秒、発射防災設備崩壊、サダン2ゴール、残り5秒の攻防です。パス不成功です。ここでスクリーンパスを展開しようとしましたが、ターゲットとタイミング合わずパス不成功となっています。残り時間2秒でフォースダウンと変わります。さあこのフォースダウン2ゴールの状況で崩壊をどのような選択をするでしょうか。クォーターバック奥の入っております。プレーを選択します。フォースダウンギャンブル、ここでタッチダウンを狙います。タッチダウン、ここでエンドゾーンに入り込んだワイドレシーバー16番にパス、16番見事にこれをキャッチしましてタッチダウンです。発射防災設備崩壊、6点獲得です。そしてトライ4ポイントに入ります。このキック決まりまして1点追加、熱田防災設備崩壊35点、磯野スーパースターズ20点という状況になりました。ここで
試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、初の防災設備崩壊35点、失礼しました、初田防災設備崩壊34点、磯野スーパースターズ20点で初田防災設備崩壊の勝利となりました。本日は歌わせていただきましてありがとうございました。初田防災設備崩壊、その優勝候補にふさわしい素晴らしい戦いぶりでこの試合を制しました。見事な試合運び、素晴らしい戦いでした。しかし磯野スーパースターズも最終盤素晴らしい状況に追い込み、あわやこの試合を制さんという素晴らしい展開を果たしました。本日はご声援ありがとうございました。そのスーパースターズ、ナイスファイトでした。悔しい、防災設備崩壊も初戦は非常に厳しい状況を引き分けに終わりましたが、それを乗り越え現在も連勝を続ける形で現在白星を保っております。優勝争いに向けてその可能性を残す見事な戦いぶりでした。ナイスゲームでした。双方とも白熱あふれる試合、ナイスゲームでした。かつてこの競技を題材とした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑むものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、この配信は本日はここで終わらせていただきたいと思います。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。また電波状況および天候によりまして配信不安定なところがありました、誠に申し訳ございませんでした。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。多くの方々のそのご寄付ご記者ご支援によりましてこの配信は実現いたしました。この場を借りまして感謝申し上げます。できる限りその期待に応えたく、多くの配信陣がこの配信を継続しております。試合に来られない方々に対してもこの試合をご覧いただきたく、そのような形で全力を尽くしてまいります。その配信を本日受けたまりましたのは私、道楽屋リチャでした。できる限りのことはさせていただきました。これからもよろしくお願いいたします。その機会許されますときはまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。